なんか気がついたらすでにもう俺山原さんの社員らしいんで、こんなやつに社員ずらされんのかよ、ヤマハとして迷惑だなっていう山原さんにだいぶ疎まれる存在なんだけど、すでに社員扱いの状態になってるらしくて、ヤマハの社員さんですかって、かといって在宅でリモートワークもせずにっていう感じで、かなりもうコンビニでカツ丼買って食って食らってるっていう、まああれだよね、タンポポでの話じゃない、幸せの黄色いハンカチで、ケンさんが最初出所した当日、出所したその足で向かう先はもう施設の目の前にある定食屋さんで醤油ラーメンとカツ丼とラガービールを注文して泣きながら食らうっていう、ね、まあそこら辺の事情はもう街の人全員分かってたりするんだけど、あそこは泣けるよね、いいシーンだよねなんでラーメン、ラガービールっていうのは分かるけど、なぜラーメンとカツ丼かっていうのは、実は学校給食でも分かると思うんだけど、まあ最近の学校給食進歩してるからあるかもしれないけど、まあ麺料理とこれ卵とじ料理っていうのは実は大量に給食の、まあ昔は給食のおばさんが作ってたのかな、給食のまあ作る場所があるよね。だけどもう今もう業者が作ったのを温めて給食で出してるのかなとか、そういう事情はよくわかんない。最近の学校給食事情ってのはわかんないんだけど、まあそういう学校給食にしろ病院の給食っていうかご飯にしろ、俺は刑務所は行ったことないけど、刑務所にしろ大量に人数分作らなきゃいけないじゃん。そうすると卵とじと麺料理っていうのは実は難しいんだよね、本格的なのだっていうのはね。だから献立がまあ1週間前に出たりするよ、病院とかでも学校でもさ、で今日はラーメン、明日はラーメンかとか、明日はカツ丼かって言っても実はあんまり嬉しくなかったりするんだよね。そんなに大量生産ってクオリティの高い麺料理と卵とじ料理っていうのは実は難しかったりするから、うん、卵とじを大量にね作るのっていうのはクオリティをまあまあそこそこのもう、ね、最近コンビニでもそこそこのカツ丼食えるなと思うけど、まあ、まあそれはいいとして、カツ丼の容器の殻が片付けないまんまのおるよ。これがアディダスのオリオン。まあそんなに相場価格高くない。これリシューだからさ、再発物だから、まあスライストーンが入ってたんで、レコードジャケットでスライストーンかオリオン入ってジャーンとか言ってるレコードジャケットに憧れて、あこれミスタースライがミスタースライって本物のね、元祖オリジナルのシルベスター・スチュワート、ね、シルベスター・スチュワートがハイオンユーで履いてたの再発モデルだから、まあ再発だから安いよね、オリオンね、オリオンか未来を裏切ったら多分許さないだけど、わかんないんだけど、中島みゆきさんがヤマハ音楽事務所の社長さんみたいな感じらしいっていうのはなんとなく最近わかった。スニーカーご披露動画になっちゃうの俺はね、ゴアテック素材のコンバースがあるとは知らなかったんだな。これコンバース分かんない。ゴアテックスって書いてあるんだけど、あゴアテックスっていうのはこれ外から水を通さないで内側の湿気っていうか汗とかそういうのを外に逃がすっていう素材だと思ってたから、でコンバースらしいんだよこれ。コンバースコンバースでゴアテックスなのか、そんなもんがあるんだなと思って、ちょっと映るかな、光沢がいいように反射すればここにゴアテックスって書いてあるんだけど、それで
古着屋で、まあ、まあまあ手頃な値段であったから買ってんのよ買っちゃったっていうまあサイズ的にこんなもんかなっていうの買って雨の日に喜び勇んで履いて出かけたんだけど、ここのロゴのゴアテックスってとこだけゴアテックス素材っぽいかなと思って、どうやらこれゴアテックスのコンバースじゃなさそうなんで、なんか結構靴下濡れちゃったんだな、ここは布っぽいな、これな、どこがゴアテックスなんだろう、不明っていうな。まあ実際ゴアテックス素材のそういうなんてダウンジャケットとかあんまり持ってないと、ほとんど持ってない、そういうちょっと買ってしまったんだね、コンバース。古着屋さんで安くあったから、安くっていうか、まあ新品でよりはお手頃価格であったんで買ったんだけど、ゴアテックコンバースでゴアテックスがあったね、コンバースだよな、コンバース、コンバースっていうと、まあ基本はこういう感じだよな、 こんなのがまあスタンダードで、俺知らなかったんだよね、なんていうの、やんちゃな男の子たちの間でハイカットのスニーカー履くっていうのはちょっと生意気なんだって、先輩に叱られちゃうんだって、俺大丈夫かなとかも、今ビクビクしてハイカットのこのスニーカー履くのどうしよう、ちょっとお前生意気だぞって先輩に叱られそうだなって、俺いくつなんだよっていう感じだけど、まあ55歳でハイカットのスニーカー入ったらちょっと先輩にお叱りを受けるかどうかちょっと分かんないんだな、アンカットボボンみたいな何のカット、マスカットですか、うちの田舎はもうブドウ畑が多いところだから、マスカットとか全然珍しくなくて、まあ普通に親戚の家に遊びに行くと、うん、ポーッと出されるぐらいのもんで、まあお茶のなんていうの、突き出しみたいな、お茶受けに出されるようなもんで、マスカットって、まあ今までは他の地域では高かったんだろうけど、最近安物になったらしいな、マスカットって、ね、マスカットアレキサンドリアとかなんかそんなのがあるらしいんだけど、まあスタンダードなのはこんな感じだよね、あんまりもうボロボロになってるけど、まあだ持ってアディダスオタクなんで、いやそうでもないけど、レゲエとか好きだから、レゲエ、コンパスポイントっていうバハマ沖にあるね、キューバの沖にあるキューバ沖のハバナ諸島にあるハバナだよな、バハマとハバナはどう違うの、バハマ、ハバナ、まあ南の島についてはあんまり詳しくないんだけど、まあ、バハマにはキューバ沖、キューバとかジャマイカの沖にあるバハマ諸島にあるコンパスポイントスタジオっていう、まあ、エンジニアさんが、コンパスポイントスタジオのエンジニアさんの手によるレコードっていうのはかなり、まあ、レゲエ関係にしろニューウェブ関係にしろかなりシャープな音作りで、当時としては最先端の音だった。コンパスポイントスタジオの、まあ、コンバースでちょっとダジャレを言ってみたんだけど、コンパス、まあコンパスポイントにはかなわねえなっていう感じはあるんで、っていうかまあ当時の録音スタジオで、まあ、2大巨頭があって、まあ、コンパスポイントはそれほど有名じゃないの、レゲエとか、まあ、UK っぽい UK 乗りのニューウェーブの録音物にコンパスポイントスタジオでの仕事が多かったりするんだけど、タムタムクラブとかさ、まああれはアメリカなのかな、タムタムクラブね、マライア・キャリーの元ネタのとこあるじゃんね、タムタムクラブってトーキングヘッズのメンバーがやってる、トーキングヘッズもリメインライトもコンパスポイントか、ああだから、まあ、ロック関係でもコンパスポイントスタジオっていうのはまあある程度まあ録音芸術オタクにとってはブランドスタジオなんだけど、まあ80年代猛威を振るったらパワーステーションスタジオっていうのがまあ基本的にまあ一般的には有名だよね、パワーステーションスタジオね、
発電所スタジオみたいな感じなんだけど、直訳すればね、直訳っていうか、まあ英語の意味ではパワーステーションって発電所っていう意味なんだよね。コンパクトポイントと発電所か、まあだいたい音作りは80年代のそのトレンドっていうか、まあそういう傾向があって、傾向80年代傾向の音なんだけど、まあ当時としてはかなりみんながちょっと憧れのね、まあ今だったらすぐできるんだけど、スネアのゲートリバーブっていう、まあゲートリバーブ今使うのダセーかなっていうエンジニアさんもいる感じだけど、意外と逆に新鮮だったりするかもしれない。まあゲートリバーブが新鮮な80年代の音、ゲートスネアドラムのゲートリバーブの音っていうのは、まあ聞けばわかると思うけど、まあ、ね、ゲートリバーブが流行ったんだよ。だからドラマーはあの自分用のスネア用のマイマイクとゲートリバーブを用意したがるや本格派もいたりしたんだけど、でもゲートリバーブばっかりずっとどん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 なってると意外と飽きちゃうから、あのレゲエ関係の間ではもう一小節何小節かの間に一発だけゲートリバーブがドーンと入るような音作りとか、マイク2ついるのかとか、その時だけゲートリバーブのボタンを押すのかとか、そういう時代なんで、ね、まあそのコンパスポイントスタジオっていう、まあバハマ沖のだいぶ俺として憧れのあの録音スタジオが今もあるのかないのかは分かんないんだけど、バハマかハバナ沖ね、まあ、カタカナにしちゃうと間違えちゃうけど、ハバナとバハマだいぶ場所的に違いそうなんだけど、まあまあ南米の方だよね。あのブラジルかって言われるとブラジルカラーではあるんだけど、まあここあのスライストーンはこれは靴紐を黒にしてるんだよね。だから色的には黒と黄色と緑だからジャマイカなのかなとか、まあこれ陸上用のあのスニーカーらしくて、なんだっけ、希望のランナーで有名だけど、まあオリオン伝説に絡めて、オリオンスニーカー伝説、だいぶサソリが弓道部女子にあの嫌味言われっぱなしのオリオン野郎になってないと思う。そんなに俺やりちんじゃないとは思って、はい、終わり。